クーリッチの校舎駅と四枚のエース1903年ポーカーをする犬はアメリカの画家カシアス・マーセラス・クーリッチによって描かれた16枚の油絵のことでこのシリーズは出版社のブラウンビガロの依頼を受けてタバコ会社の広告のために制作された絵はどれも擬人化した犬を主人公にしていることが特徴だがそのうち犬がトランプ用テーブルの周りに腰掛けている9枚の絵は アメリカで知名度こそ高くなったものの、主に労働者階級の人間が家を飾る時の趣味を体現したものとして、あざけりの対象にもなった。批評家のアネット・フェレイラはそれを、こう表現している。ありとあらゆる影老人見た、ポップアートが絶え間なく再生産される中で、ポーカーをする犬は、アメリカ人の安っぽい集合的無意識に永遠に刻み込まれた。ワーテルロー1906年頃、 ポーカーをするイノシリーズの正式な作品は以下のものである。以降の1910年にも同じようなテーマのフォーカードの模様がある。一連の作品にはカラバジオやラトゥール、セザンヌなどの画家による人間のトランプ遊びを描いた作品をモデルにしたものもある。ワーテルローや大胆なブラフに描かれたセントバーナードは5番街の花屋で クーリッジの友人だったセオドアラングが飼っていたキャプテンという名の犬がモデルである。2005年2月15日、この2枚の新作がペアでオークションにかけられ、匿名のワイヤーによって59万400ドルで落札された。それまでクーリッジの絵についた最高額は7万4千ドルだった。ありがとうございます。